サッカーってやっぱボール一つあったらできるスポーツなんで、全然できるだろうって感覚で言ったら全然コミュニケーション取れなくて、言語化するっていうのは結局実現につながってくると思うんですよ。高校卒業して関西の大学に通ってたんですけど、そこで J リーグを目指してプレーさせてもらうチームがあったんで、そこでプレーしながら学生も日本でさせてもらってたんですけど、そこで海外へ行く話をいただいて、でオーストラリアに行く話とドイツの方にチャレンジする話もあったんですけど、自分の中でいろいろ考えまして、オーストラリアで語学も勉強しつつ自分ができるところまでチャレンジできたらなってことで決断させていただいたって形です。自分もずっと小学校の時から J リーガーになりたいだったりとか、やっぱ海外でプレーしたいっていうのをずっと持ってたんで、若いうちにいてよく言わはるんですけど、ここでチャレンジできたら面白いんじゃないかなっていうことで行かせていただきました。その時はやっぱり英語のことを考えてました。オーストラリアのメルボルンビクトリーに本田さんが行かはった時期やったんで、そういう意味でも A リーグを自分で目指しながら、本田圭佑さんとプレーしたいなとか、そういう思いもあったんじゃないかなって今でも覚えてるんですけど、オーストラリアは比較的そのトップリーグとすごい距離が近いっていうのがあったんで、そういう意味でもチャンスがあるんじゃないかなってことでオーストラリア選んだと思います。オーストラリアの方はワンシーズンだけプレーしようと思ってたんですけど、そこで海外の選手とか周りの外国人の子とかも日本の大学生とちょっと違った感覚で自分の夢を目指してこう勉強している姿勢とか見てまして、こういうところで勉強するのすごい面白いなってことで、日本から編入する手続きをさせてもらうことができたので、ここで上のレベル目指しながら現地の大学で学びながらサッカー選手として力を入れられる場所がオーストラリアだったんで、そのまま編入させてもらおうってことで、正直結構悩んだんですよね。保証されている環境ってどこにもなかったんで、やっぱ日本に帰れば大学学ばしてもらいながらサッカーもできますし、海外にいてたらいつ何が起こるか分からへんっていう状態やったんで、そういう意味ではすごい悩んだんですけど、自分の中でも悩んだ時はやっぱどっちかって言ったら難しい方、なかなか道も見えへんけど成長できる方に進むんがやっぱり自分のためになるんじゃないかなってことで、そっちを選ばしてもらいました。大学のチームに入る予定もしてたんですけども、いろいろ話が噛み合わなかったりとか、セレクションもあったんですよね。で、人数制限もされた中で、今後のこと考えて、試合に出続けるとか、もっと上のレベルで活躍していくんやったら、このままでいいんかなって考えた時に、できるだけ上のレベルで試合に出続けることってすごい大事なことやと思うんで、そういう意味で、大学サッカーじゃなくて、社会人の方で、学生兼サッカー選手みたいな形で、1年目をやってました。でもそれがもう全くしなかったんですよ。海外の話いただいた時もいけるんじゃないかなっていう、サッカーってやっぱボール一つあったらできるスポーツなんで、全然できるだろうって感覚で言ったら全然コミュニケーション取れなくて、コミュニケーションが英語で取れないと相手にされない時もありますし、でも毎晩も練習終わって英語の勉強とか英語の映画とか見て一生懸命リスニングとスピーキングの練習一人ずっとして、でやっとこう喋れるようになったっていう、初めからできるとかなかったんで現地で頑張りましたね。エージェントさんにちょっとお願いしてて、サッカーチームの練習会とかそういうのにはつなげていただいてたんで、ちょうどオフシーズンの時に行って練習会2回ぐらい参加して、で試合に呼ばれて参加させてもらって、でそこで1週間以内に決まる選手もいますし、1ヶ月2ヶ月苦戦する選手もいますし、いろいろあるみたいなんですけど、僕は意外とすんなり見てもらえたんで、3回ぐらいの練習会とゲームで入らせていただきました。意外と僕どこでも生きていけるタイプやったんですよ。ただやっぱ語学ぐらいかな、ちょっとコミュニケーションが取れない時とか、そういうのはすごいやっぱり大変やったなと思います。本当にもう出川さんがよくやってるような出川イングリッシュで、はい、やってたんじゃないですかね、やっぱり。僕結構前の選手やったんで、ドリブルで仕掛けていったりシュートするのが得意なんですけど、伸びてくるはずのないところに足が伸びてくるっていうとか、やっぱその球際の強さとか身体能力ってやっぱり日本人よりすごい高いんで、そこには結構苦戦しましたね。初めの 1,2 ヶ月とかなかなか勝てないなっていうのがあって、僕も結構小柄な方なんで、それこそ下半身強化させたりとか、上半身ちょっとこうトレーナーの方と一緒にトレーニングしたりとか、そんなのでこう体を強化していって抗体をつけないとなっていう感じでしたね、初めの本当に 1、2ヶ月とかは、はい、よく言われますね、大人と子供っていうのいじられるんですけどね、向こうの選手とかにも。そうですね、なんか日本の選手でなかなかでかくて足速いのっていないじゃないですか。向こうの選手って
でかくてアジリティがあったりとか、でかくて足が速かったりとか、ちょっと感覚が違って、身体能力っていうんですかね、やっぱりスピードとか、それこそシュートとか半端ないですか、キーパーとかも、そんなん言ってもまだまだ下のレベルなんですけど、下部のリーグに関わらず、やっぱキーパーのレベルとか高いんで、外国人の方って身体能力高いなって思いますね。サッカー的に、まあなんかイギリスの文化こう受け継いでて、どっちかと言ったらこう縦に速いとか、身体能力で戦うサッカーしてきてはるんで、そうですね、すごい慣れるまでは。ってちょっと難しいんじゃないかな。そうですね、初めはなかなかやっぱ差別とかもあるんですよね、若干。日本人やったら、アジア人差別とかも実際ありますし、やっぱ結果残さないと言われたりとか、試合ももちろん出れなくなったりするんで、一番はやっぱ結果で見せるとこかなって思います。得点とか、アシストとか、試合90分通して結果を残せるか残せないかっていうのが、やっぱりチームメイトとか、チームからの信用をもらえるかもらえないかっていうとこになるんで、コミュニケーションもそうですけど、まあ、サッカーなんでやっぱり結果かなって思います。僕もオーストラリアしか行ったことないんで分かんないですけど、他の国もよう似た感じだと思います。それこそ長谷部さんとかドイツでキャプテンされてて、長いことずっとこのチームにおられるのは、技術もそうやと思うんですけど、まあ、最終はメンタル、本当に人間的なところとかですごい大事だと思ってて、まあ、海外に行ってても僕がずっと意識してたのは、まあ、プレーもそうなんですけど、まず人間として、日本人としての在り方というか、まあ、試合終わったら基本まあロッカールーム汚いんですよね、海外って。まあそういうとこから綺麗にしていくとか、外国の選手って結構練習時間ギリギリ来るんですよ。それもやっぱ一番に出ていくとか、一番に試合会場行くとか、そういう細かいとこなんですけど大事なとこやと思うんで、挨拶もそうですし意識してやってました、プレー以外のとこでは。はい、何してんねんみたいに言われますけどね。さすが日本人やなとか言われますし、もう練習会場に、例えば30分前、45分前とかに行ったら、早すぎるとか、休んどけよっていう感覚なんですよね、向こうは。ちょっと感覚は違うんですけど、やっぱり突き通しましたね、そこは。オーストラリア人の特徴ですか？すごい熱いですね。スポーツにすごいこう、熱を注ぐ国なんで。すごいやっぱサポーターの方も熱いですし、選手も熱いし、試合中にレッドカード2枚ぐらい普通に出るんですよ。っていうぐらいやっぱりこう熱い、プレーもそうですけどね、言動とか、負けたらもうチームも雰囲気もすごい悪かったりとか、でもなんかそれがちょっと気にしすぎると気さくになってる、熱くなりやすく冷めやすいみたいな、人柄的にはすごい優しくていいんですけど、スポーツになったらもうすごいなっていう、もう熱量が半端ないって感じです。例えば1対1外したりするじゃないですか、でコーナーキックとかでボールを置きに行ったら、上からなんかペットボトルとか飛んできますから、多分味方サポーターだと思うんですけど、まあ僕的に嫌いな環境じゃないですけど、やってて楽しいですけど、ちょっと動画過ぎるときはちょっと嫌やなって感じです。そうですね、通用するポイントで自分の武器とか掛け合わせたら、ドリブルからのシュートとか、細かい足技とか、そういうテクニック、アジリティっていうのは通用する部分ではあると思うんで、もちろんその相手の方が上回ってる身体能力とか、そういうとこはできるだけ平均値に持っていけるようにトレーニングとかでカバーしつつ、自分の最大限の特徴、スピードとかドリブルとか、テクニックをこう試合で出せるようにしていけたら、まあ活躍していけるんじゃないかなって思います。僕らのリーグは結構南米の選手が多くて、南米の選手はすごい面白いサッカーするんですよね、やっぱり。ブラジル人、コロンビア人とかアルゼンチン人っていうのは、まあ、ある意味ちょっと似てる部分があるんじゃないかなって思います。意外と南米の選手とかが息も合いますし、うまいなっていう。そんなシュート打てるんやっていうシュートとか、また違って面白いサッカーしてくるんで。一回そうですね、僕らのリーグにギリシャ代表が来たんですよ。二人僕のチーム入ってきて、僕ポジション被ってたんで、レギュラー争いしてたんですけど、その選手二人もめちゃくちゃうまかったです。ヨーロッパのサッカー、あんま見たことなかったんですけど、全てにおいてやっぱレベル高いっていうのが印象的でしたね。そうですね、結構来ますね。南米、ヨーロッパ、アジアは少ないですかね、結構。いろんな文化があったりとか、言葉がこう飛び交う国なんで、すごい面白いっていう意味で面白いんでね。練習とか試合終わりにご飯食べに行ったりとかしたら、それぞれの国の地域のご飯とか食べたりして、すごいいい経験になりましたね、そういうの。そうですね、良かった部分で言えば、話す力、もちろん英語もそうなんですけど、人と話して何かを学ぶっていう意味ではいい経験させてしまいましたし、サッカーに関してもデュエルの部分、球際とかスピードで、何よりこの結果を求められる世界でどれだけ自分がチームに貢献できるかとか、それまで以上にこう考えるようになったんで、そこは良かった点かなと思います。で、良くなかった点としては、そうですね、なかなかやっぱ体のケアとか、日本だったらすごいトレーナーの方とかとトレーニング後とかにケアしてもらったりとか、そういうのはあったんですけど、海外行ってなかなかそういうところまで回ってなかったりとか、そのクールダウンもしっかりできてないとか、食事とかそういうリカバリーの部分にすごい中途半端になってた部分もあったと思うんで、改善できたらなって思います。
来ないんですよね。その普通やったら試合終わりにリカバリーの日が、大体僕ら土曜に試合とか2週やったんで、次の日がリカバリーのトレーニングがあったんですけど、海外の選手来ないんですよ。来なくてもいいんやみたいな。行ってもなんかボール触ったりとか、ちょっとそこはブカブカかなって思いました。もうちょっとしっかりやらないと、自分がやらないとダメなんで、意識してやっていかないとなって。向こうの選手は多分それでいけるんですけど、まあ、そういう今までそうやってやってきたりとか、日本の選手ってなかなかそういう環境とはまた全然体も違うので、意識してやっていかないとなって聞くんですよ。なんで来ないねみたいな。いや、あいつらは大丈夫やとか。だから自分がどんだけ意識できるかっていうのがやっぱ大事かなって思います。すごい参加型授業が多くて、とにかく喋るとか発表するとか、もう全員がすごい自分の夢に向かって勉強してる感じなんで、どんどんテーマ上がりますし、僕日本の大学通った時、制度って後ろに固まるじゃないですか。で、まあそんな知らんと一発目クラス入ったらもう全員前にブワー行ってたりとか、後ろが逆にいい日っていう意欲がすごいなって思います。僕自身も今マネージメントとか勉強してまして、少しずつ自分の事業とかをやらせてもらってるんですけど、まあ、そういうのにも役立てるとか、何のために勉強するかとかがマインドが入ってるんで、みんなそういう意味では環境もいいですし、大学の学ぶ場所としては最適な環境が準備されてるんで、素晴らしい環境で勉強させてもらっています。アルゼンチンのマテ茶って分かりますか？あれを南米のチームメイト、アルゼンチン人が飲んでて、メッシが飲むような、あれをずっと自分も暗飲してまして、コンディション調整とかにもすごいよく使ってたんで、それをオールスターの代理店を通じていただいてて、すごいお世話になってたんで、何か一緒にやってくれへんかっていう話いただいて、で、今、マテ茶の方を日本人用にこうブレンドして、商品開発して、9月からですかね、売らせてもらってて、オンライン上で。あとはそうですね、英会話教室とか運営させてもらってて、滋賀県で。そんなんも大学の方でもビジネスの勉強しながらやらせてもらってます。遊び体力はありますけどね、それよりもやっぱサッカーしてる時間とか仕事に力入れてる時間の方がやっぱ自分は好きなんで、そっちの方がね楽しいんかなって思いますね。今年1年は J リーグのチームとかいくつかこう練習参加させてもらったりとかさせてもらったんですけど、あと1年ほど学業も残ってるんで、まあ、現地でいただいてる話、まあ、いくつかちょっと候補があるんですけど、まあ、そのチームで活躍して、でオーストラリアにあるやっぱ一部の A リーグっていうトップリーグでまずは活躍がプレーできるように、自分の夢を叶えられるようにトップリーグに行くっていうのが一つスタート地点に立てると思うんで、まあ、そこを目指しながらベンガクにもこう力入れていきたいなと思ってますし、サッカーで言えば将来的にヨーロッパの方で活躍したいなとか、 J リーグに帰ってきたいなとか、そういう思いもありますし、まだまだチャレンジできるなっていうのは思ってるんで、感謝の気持ちを忘れずに今後もやらせていただきたいなって思いますね。まあ、直近で言えばオーストラリアの A リーグに入りたいっていうのがあるんですけど、そこから自分の夢を切り開いていけるように精進していきたいです。けどまあすごいやっぱり周りの刺激とかありますね。周りの同い年が J の内定とか取ったりとか身近で聞くんで、負けてられへんなっていうので。やっぱ焦りも若干あって実は。今年の夏とかすごい怪我もあって、もうめちゃくちゃ焦ってる時期があって、なかなかうまくいかへん時期もあったんですけど、そういう時にどれだけこう落ち着いて自分と向き合っていけるかってすごい大事やなって思えた期間でもあったんで、まあ、こっからどう進んでいけるかっていう保証はないですけど、まあ、でもなんかいけるんじゃないかなって思ってるんで、こっから上に上がっていけるように頑張っていきたいなって思ってます。そうですね、自分自身が4歳からサッカーしていて、ずっと海外でプロサッカー選手になりたいって言ってきて、言い続けてきて、周りにもと言い続けたりとか、自分のノートに書いたりとか、言語化するっていうのは結局実現につながってくると思うんですよ。だからやっぱりどういうな夢でも、まず周りの方、一番近くにいる家族でもいいですし、サポートしていただいている方に自分の夢を言い続けたりとか、しっかり自分が納得するまでそれに向かってチャレンジしていくことはすごい大事だと思いますし、正しい努力をして夢に向かってやっていったら、絶対いつか花咲く夢が叶う時が絶対来ると思うんで、僕もまだまだ、ね、夢に向かって走ってますし、歩んでる道は同じだと思う。海外で活躍したりとか日本代表になりたいとか、そういう夢はどんどん大きく持っていいんで、それに向かって毎日イメージ忘れずに頑張ってほしいです。僕も頑張りたいです。はい。